星月先生、失礼しま…あれ星月先生、休みなさい、星月先生。星月先生、ちゃんと休んでるのかな。理事長のお仕事もあるから忙しいんだろうけど。これからは保健室にいる時間が減っちゃうのかな。お前さ、俺のこと気になってるだろう。もう帰らなくちゃ。星月先生、ごめんなさい。なんだ、お前来てたのか。まだ眠いな。星月先生は寝すぎです。何笑ってるんだ。まったく、来てるなら起こせばいいものを。疲れてるみたいだったので。あの、大丈夫ですか？お前に心配されるほどやわじゃない。心配するな。それより喉が渇いた。いつもの頼むわ。はいはい、まずいお茶ですね。そう言うと思って用意しておきました。お、まずいお茶と自己申告するようになったか。成長したな、偉いぞ。褒められた気がしませんよ、もう。どうぞ、お茶です。お、ありがとな。まずい。期待通りのまずさだ。やっぱり素直に喜べそうにないです。いつもまずいお茶、ありがとな。これを飲むと目が覚めるよ。星月先生、どうした？熱でもあるのか？熱はないな。いきなり黙るから心配したぞ。立ったまま寝るんじゃない。しかも目開けたままで。寝てませんよ。今日はやっぱりどこか変だぞ。何かあったのか？星月先生、どこにも行かないでくださいね。俺がどこへ行くんだ？なんでもないです。変なこと言ってごめんなさい。待ちなさい。こっちを見なさい。俺は俺だ。何も変わってない。相変わらずお前がいないと保健室の掃除もできないぐうたらな保健医だ。だから安心してくれ。
望月先生。ごめんなさい、星月先生の背中を押したのは私なのに、急に星月先生がどこか遠いところに行っちゃう気がして。でも星月先生の言葉を聞いて安心しました。私は理事長も保健医の仕事も頑張ろうとするぐうたらな星月先生のお手伝いを頑張ります。そうか、そうしてくれると助かるよ。あの、私もう帰らないと。腕離してもらえますか。ああ、すまん、とっさにその悪かった。とにかく余計なことは考えるな。俺は変わらずここにいる。はい、気をつけて帰れよ。はい、星月先生、さようなら。よう。え、あ、星月先生、おはようございます。おはよう。お前は朝から元気だな。星月先生は相変わらずですね。でも明日からのことを思うと楽しくなりません？明日から？何かあったか？もう修学旅行ですよ。ああ、そうか、すっかり忘れてた。どうやったら忘れられるんですか？そっちの方が不思議です。先生、楽しい思い出をいっぱい作りましょうね。ああ、そうだな。まあせいぜい楽しめばいいんじゃないか。はい。お前ら、明日はとうとう待ちに待った修学旅行だ。準備はできてるか？おー、よっしゃ、気合入ってんの。んじゃ、いろいろ説明してくぞ。ワクワクしすぎて前日眠れなくて朝遅刻するなんてことがないように。そんな小学生じゃあるまいし。んじゃ、次は見学ポイントの説明だな。大体は分かってるだろうが、天体観測がメインだ。大まかな説明はこのくらいだ。よっし、水島、バトンタッチ。なおちゃん、適当にも程があるぞ。急にバトンタッチされても困るんですけど。わざわざ見せ場作ってやったんだろ。期待に応えてみせろ、教育実習生。なおし、完全に投げたな。本当に暑苦しい人だ。野郎たちと行く修学旅行には何ら期待していないので簡単に説明します。そりゃないよ。担任が担任なら生徒も生徒だ。見学のポイントはしおりの通りです。とにかくしおりを読めばいいよ。僕からは以上。水島、心がこもってない。もっと声を弾ませて。弾ませてって、まったくこの人はいるだけで室温が5度は上がってる。失礼します。星月先生、遅くなっちゃってごめんなさい。どうしたんだ、珍しいな。他の保健係たちはもう説明を聞いて特に帰っていったぞ。ごめんなさい、掃除が長引いちゃって。説明もう一度だけお願いします。そっか、それなら仕方ないな。先生、ありがとうございます。始める前にベッドの布団を直してくるから、ちょっと待っててくれ。また寝てたんですか？
お前が来るのが遅いからシーツを変えていたんだ。そうだったんですね。あ、それくらい私がやります。いや、すぐに終わる。まあまあ、私がやりますから。な、おい、びっくりした。お前は本当にそそっかしいやつだな。大丈夫か？悪い。いえ。ほら、シーツ変えるから少し離れてろ。あ、はい。でも、そう思えば思うほど寝つけない。寝なきゃいけないのに。おい、お前ら、点呼を取るからちょっと静かにしろよ。はあ、眠い。救急箱と、あとはなんだ。面倒だ。よし、ここで授業の復習だ。秋の宵に見えやすい星座12個を答えてみろ。秋の宵に見えやすい星座、あ、ペガスス座。当たり。ペガスス座の中心にある四角形は秋の四辺形、またはペガススの四辺形とも呼ばれているな。その他は逆三角形の星の並びをしているヤギ座。これも十二星座の一つだね。おお、いいぞいいぞ。その次は十二星座の一つ、魚座。十二星座の一つ、お羊座。秋に見えるのか。俺はてっきり4月に見えるのかと思ってた。そうだね、魚座もヤギ座も秋に見えるなんて少し変な感じするね。だよな。まだ4個しか上がってないぞ。あと8個。は、秋の星座の中で唯一の一等星がある南の魚座もあるぞ。一等星の名前は確かフォーマルハウトだよね。ああ、先に言うなよな。ごめんね。いいとこなしだな、アワタは。そうだ、大事なの忘れてた。エチオピアの王と呼ばれているケフェウス座。おお、そうそう。秋の星座たちは一つの物語でつながっていて、それがエチオピア王家の物語なんだよな。そうそう、全部つながりがあって面白いんだよね。アンドロメダ座はエチオピアの国の姫だし。アンドロメダ大星雲も有名だよな。ここまでつながりがあると星座を探すのが楽しくなるな。うん、そうだね。アンドロメダ姫を助けた王子様、ペルセウス座を忘れてた。これ大事だろ。言われた。それならアンドロメダ座の隣の小さな星座って地味な三角座。あとはエチオピアの国を荒らした怪物ティアマトだって言われているクジラ座もあるよね。最後は
W の形に並ぶ5つの星が目立つ星座、カシオペア座だな。この星座の場所は北極星を目印に探すと探しやすいな。ああ、なんで直しが言うんだよ。そうだそうだ、ひひひ、なかなか出てこないから答えちゃったよ。でもちゃんと授業内容が頭に入ってるみたいで俺安心したぞ。なおちゃんの授業、俺真面目に受けてるからな。これで春樹先生の授業が分かりやすいのは認めるよ。確かにそうだな、授業を受けてても楽しいし。僕、なおちゃん先生の授業だけ寝たことない。お前ら泣かせること言うんじゃねえよ。くそ、俺はいい生徒たちに恵まれたぜ。春樹先生、よかったですね。お前らみんな